46億年ラブ、そう好きなの。ラジコで誰かと言ったり聞きました、ありがとうございます。フォートナイト、江田島とかあれなんよ、美味しいんよ牡蠣が、牡蠣めっちゃ美味しいの。そう、うん、粉雪が待ってる、粉雪いいな、雪東京行きたい、ありがとう。八色大福は因島ですよ。みちとユニバ行きたい、ありがとう。ユニバ行ったことないの、行ってみたい。そう、10時から1分半、うん、おはよう。横浜住んでるから行けない、そうなの。スタジオの一般販売、今回は抽選らしい。あ、うん、どういうこと？スタジオ人気だって、イエイイエイ。今起きた、寝ました、おはよう。その香り、8月の幕張の握手券は取った、ありがとう。8月10日とか、確かに今日は部屋の掃除かな。自分も吉川優斗さん、ありがとうございます。焦げパンさん、ありがとうございます。おまあちくんさん、焦げパンさん、ありがとうございます。早い者勝ちじゃなくて抽選ってこと。なんでいきなりそうなったん。334、イエーイ。そっかそっか。キヨさん、ダムノさん、ありがとうございます。そうそう、プルプルライブで江田島してたの。江田島発見ジャーニーよね。キヨさん、良平さん、ありがとう。おはよう。浴衣姿自信ある。わからんな、そりゃわからん。プーと大人になった僕見ました。私もう良かったでしょ。そう、プーさんに会いたいの今。そういえば来週3日連続、おトンテキッズさん、アキラさん、ケンちゃん、そのあんに三世さん、ありがとう。3日連続って初見です、ありがとうございます。来週って何日？今日が9受験、明日が10で11、12、13、15、16、17、すごい、15、大阪、大阪、東京、おお、そっか、いいね。連日会えると嬉しいですよね。そう、今村剛さん、ヒデさん、ありがとう。嬉しい。確かに。でもすごい、移動大変なのに皆さんいつもね。アキラさん、ハッシーさん、ありがとう。さん付けに戻したん。そうなの、そう、15日は未知のレーンに行けるかしら。なんで？キーさん、ありがとう。未知に毎日会いたいね。毎日なんかあればいいのにね。毎日ここで会ってますね、ショールームで。おはよう。
おうおう、シャン君さんありがとう。今村千代子さんありがとう。握手会は呼び捨てファンタジー、呼び捨てにしてほしいの。15日初めてみちさんに会いに行くからありがとう、待ってます。優しい雰囲気、いやいやいや、ありがとう。ギバントホールは広島駅から何分だろう。タクシーとか使ったらすぐだけど、歩いたら何分ですか皆さん。新幹線は早いからただ0キロカロリーみたいな、早いからただ面白い。誰かとじゃなくてみちといたい、ほんと。お夢で会えたらいいね。今日はお休みなんです。そう、またおはよう。15日も楽しみ。おお、やんな。そう、みちの生誕祭決まりましたね。皆さんどうですか。いけるって感じですか。呼び捨てされたい。ケンケンさんありがとうございます。歩いたら20分、歩いたら1時間、人によるんかもしれませんね。確かにね。そっかそっか。確かにそれあるよね。握手会は CD にお金払ってるから。17日のサンシャインホール無限で行く。無限おいくさん、くまありがとう。無限だったらどうなるんですか。申し込んだけど倍率高そうで。いや、どうですかね。え、いつ、知らないの。3月6日ですかな。アモズさんありがとう。名前入って3列広島のレプリカ、すごい。広島はまだ行けない。行ける行けないじゃなくて行く、本当に自分にとって普通の。そう、確かにね、人によってあるかあれは違うわ。よ、行けない。行きたいけど当たるかどうか。あー、どうなんですかね。レモンさん、クマありがとう。おはよう。ギバント、ギバントは立ち見もわかんない。お顔は、私からお顔は見えるけど、皆さんの立ち見はどうなんだろう。見えますか。外で、うん、昨日スマホ見てないから知らんかった。SNS 遮断。未知の生誕祭申し込んだ、ありがとう。アメリカからこんにちは。こんにちは。怖いの時いろんな人にお辞儀してる、本当。ゲバントはでも結構どこでも見やすい気がする。わかんないけど、2階席とかも見やすいですよね。最近未知の魅力に気がつきました。ありがとう。握手した後の感想ね。昨日楽しかった。おー、ありがとう。おはよう。おはよう。もう本当にもう緊張しとるんよ。もう生誕祭、生誕祭なんかさ、なんて言えばいいんじゃろう。
全員が全員自分のことを見てるわけじゃないって分かってても緊張せん？なんか生誕祭ですよってなったら緊張するよね。バレたさん、ありがとう。ちょっともう絶対振り付け一曲に5箇所ぐらいは間違えそう緊張しすぎて。え、生誕祭とか、そういつもは緊張も楽しんでるんですけど、それはそれは。青さん、けんちゃん、ありがとう。緊張するよ。笑ってあげるご機嫌いかが。おはよう。おはよう。そう、違う。のんちゃんが未知の生誕祭出られるってめっちゃ喜んでた。のんちゃん、おまーちくんさん、ありがとう。 TWA さん、ありがとう。それはさ、なんか今村のことが好きな人をこの日はちょっと多く入れてあげようとか、そういうあれになるんかね。コメントできるように登録しました、ありがとう。そういうの嬉しい。そう、石田のみなみちゃんからも、そう、石田みなみんからもね、みなみんからも、みちのなんか昨日の夜にね、みちの生誕の公演出れるの嬉しいなって思いました、おやすみって来た。いきなりあんまり LINE 来んのに。そうそっか、大きい赤ちゃんって誰？みゆみゆ？チケセン、推しメン登録とかないから、ね、ないの？そうなの？いやー、そう、じゃあみなみみんなに言ってそう石田のみなみですよ。みなみはね、あ、かのちゃんにゃー、入りたいけど道押しに入ってほしいから我慢する。ああ、じゃけんみなさんあれなのかな。コッコの生誕祭の時とかも、あ、コッコのファンの方たちなんだっていう感じだったんですよ。そう、結構生誕祭ってその子のファンの方が多いから、そうなってるのかなって思ってたんですけど、なんかそう、チケットが左右じゃなくてあれなんだ、生誕祭だから申し込まないでおこうって、ファンの方が遠慮してのあれなんですかね。はい、よ、そういうことか。まあ、ここの違うでしょ。推し登録が生きるないって EMTG さんか。ないないないですね。推しに入ってほしいやん、やっぱし。言い方ね、あなた。毎回応募してる人は当たりにくいと思う。
そうなのかな。結構見かけるね。おはよう。握手会は何でもウェルカムですよ。やり方つなぎ方。うちの生誕祭、あ緊張するよねえ。絞った方がいいんだ。推したくさんの人はどうすれば、まあ、それはしょうがない。皆さんのあれですよ。あなたが推しが多いからそうなるんですよ。みち生誕祭申し込みしたよ。おお当たりー。だんだん当たらなくなった。ほんと？いやどうだろう。谷門さんありがとう。今村の生誕祭じゃけん。毎日生誕祭のことコメントして意識させてやる。ほんまに嫌だ。通報しましょうかね。もう本当に緊張してる。今すでに緊張してるんです。本当にダメ、意地悪ですね。確かに今村の生誕祭じゃけんな。通報はしないよ。通報しないよ。どうだろう。おはよう。初めてなんですよ。去年はね、生誕祭してないんです。みちに通報されたいオタク。そうなの？しないよ。見ててね。広島の小悪で一押しみんなで写真撮りたいな。確かにね。泣く準備しとく。無理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 。いいこと言えない自分。どうしよう。総括無理。どうだ。一番大事な人のなんですけど。あ、お足ですか。おはよう。なんで去年やってない。去年は4月の人からやったんだと思う。そう、4月生まれの人から年度でやったんだと思う。おはよう。手紙は誰かな。やめて。いやそう、絶対ヘラヘラする。握手会ではあの生誕祭っていうのかな、公演じゃなくしてもらったんですけど、その時もヘラヘラしてて、なんかめっちゃなんか変なこと言っちゃったから。握手会行けないのにショールーム毎日来てるから会いたいモチベがやばすぎる。私もですよ、それは。そう、私もだよ。そう、あのね、苦手なんです、皆さんの前で話すの実は。おはよう。あれ、みゆみゆか。じゃあ3月からか。3月11がみゆみゆじゃけん、2月がそう、2月のメンバー。行きたくなるやん。浮ついてた。そうなの。もう違うんよ。ちゃんとやっぱさ、締めんといけん時とさ、ヘラヘラしとっていい時はさあるけどさ、締めにはいけんじゃん、そういう時はね。でもできないです。
おはよう。ありがとう。頑張ろう。大丈夫、1ヶ月あるけん、1ヶ月あるけん、ちょっとショールームで練習しとこ、喋る。昨日はありがとう、ありがとう。やだやだ、はずきですよ。面白いけど、未知の生誕祭、ゆらちゃんもね。そう、正直だから。ヘラヘラしとっていいかな。ずっと笑ってる君が好き。DJ ケンチン、ケンチントンさん、ありがとう。まひちゃんが2月21、マリーナが2月22、私が3月6日で、ひなちゃんが3月7日です。どうしよう、どうしよう、すっからかんだったら今村の生誕祭。タニモンさん、ありがとう。ダメ、緊張する。どうしよう、ダメよ、まだ1ヶ月ぐらいあるのにね。なんでみんな生誕祭できたんじゃろ。そっか、水曜日か。え、やばいじゃないですか。確かに。確かにな。さきちゃんもいるんだっけ。平日は難しいですよね。うん。水曜日のダウンタウン見なきゃ。おいおい。そうやけど。平日に休み取るの初めて。お。皆さんに来てほしいです。生誕祭だから。あ、やばい、大丈夫大丈夫、やばい。配信入るのかな、どうでしょうかね。6日と聞いて予定こじ開けました。本当、1ヶ月。配信あるか分かんないですね。もう最近なんか生誕祭も配信なかった。ブルーライブサンデーやった時は。だからどうだろう。おはよう。緊張するな。ライブ行けないのが一番人気ない。いやいやいや、ちゃんごうさん、ありがとうございます。
確かに。モースのキックベースやってみました、ありがとう。イクオワイワイさん、ありがとう。 Thank you、 ありがとう。夏に瀬戸内行く、おー夏はいいよ海が綺麗でキラキラしてます。 TWA さん、平たくさん、ありがとうございます。おはようサニー、サニーやんな、おはよう。あーそっか、平日か、3月6日。確かに可愛いぜベイベー、 Thank you。 生誕祭まであと何日の髪は貼りますか。ありません、ダメ、自分の精神がやられる、そんなことしたら。やばい、あと3日、あと15日、あと14日。おはよう。うん、ダメよ、あおはよう。落ち着け、落ち着く。明日良平さん、谷門さん、ありがとう。可愛い人、そう、HMV さん、ごめんなさい。変化球上手でした。ライブ行けない分握手詰めばいいか。どっちも楽しいですね。でもライブも握手も違う楽しみが。そう、最近暑い、似合いすぎて。 DJ ケンチントンさん、ありがとう面白い。3,2,1 ポン。そうですよ、今日ボムさんの発売日です。皆さん覚えてましたか。へっへっうん、広島娘3人、広島3姉妹、ボムさん、ボムさん、そうなんよね、広島一日遅れなんよねそうなんよ、じゃあ明日なんじゃけどね、広島は多分。まだ見てないんだけどね、自分も。そうそう、みゆみゆまでって言ってるんですね。あれまだ発売してなかった。そうよ、そう、制服のやつ。ゆうきさん、ありがとうございます。ひゅーん、219冊買わねば。お、言ったな、言ったな、あなた。そう、キヨさん、ありがとう、買わなきゃね。買うぞ。そう、そう、今日の予定はね、お買い物かな。
55枚目の予定立ててから。自分もまだ見てないんですよね。ボムさん緊張する。どんな感じに撮ってもらったんじゃろうか、わかんないけど。オフ。未知の生誕祭行くために日程調整するね。ありがとう。そう。はよう。ねねねねねね。未知のショールームすぐ歌ってくれるから本当好き。本当に？でもすぐ歌うよねって。言われる。そう、いつもこんな感じなんですよ。はよ。長女、みち、次女、さっき、三女、ありちゃん。ねえ。そう？見てます？でも最近さきちゃんと。間違えられる。歌が好き、ありがとう。歌好きなんです。そう、最近タピオカにハマってしまった。あ、いいね。部活して引退。未知の配信見るためだけに生きてる。そう、ボムさんに入れます。もっとみちと話したいから。お、話しましょう。そう、バンジェラモンスターさん、ありがとう。岡山で昨日タピオカ、あ、岡山の駅の前にあるって言ってた。イメージ的に三姉妹。え、ほんと？ツインテール嫌だ。ボムさんは書店？書店などで。そう、今日漫画喫茶行ってみたいなって思ったんですよね。国宝。ラジオ風のさん付けしないやつやめたん。そう、ちょっとね、あんまり呼び捨ての呼び捨てにする人じゃなくて、高校時代も田中っていう人がいたら田中くん、田中さんだったんですよ。そう、受験やっぱちょっと。翔さん、ありがとう。漫画喫茶行ったことないんですよ。イメージない。そう、行ったことないもん。今村スノボ頑張れ。めっちゃ今日目が満喫の喫茶。翔さん、今村剛志さん、クマありがとう。クマありがとうございます。何読むの？わかんない。漫画喫茶時代に行ったことがないけん、どんな感じなのかわからん。そう、行ってみたいんです。見たい漫画があるわけじゃないんですよね。でも最近少年漫画系にめっちゃハマってるの。そう、パパにです。でもママにでもある。快適だった？本当？カラオケもあるの？
そう、東京グールめっちゃ面白かった。でもなんかそういうことなんで、改訂版のリーでしょ、改訂版身分証明書いるの。そうなの、3時間で1000円くらい。そうなんだ、ニセ恋。君は可愛い、こうして可愛いヤンキー見たかったな。ヤバ T さん、ヤバい T シャツ屋さんっていうバンドさんがニセ恋っていう映画になった、アニメドラマじゃない、漫画の、その映画の主題歌を歌ってるんですよ。かわいいっていう曲歌っとんじゃけど、あのね、そのかわいいっていう歌詞の中になんか人物名とか入ってたり、お久しぶり人物名が入ってたり、ほんまにせこいわっていう、ほんまにせこいわっていう歌詞なんですけど、にせこいって入れてたりするんですよ。そういうところがね好き、そう、そういうの好きなんですよね。そう、愛を感じますよね。なんかいい感じに、なんかええ感じに聞こえてくるやんかの前の、スチスチ。来週の日曜日おしまし使っていきます。お、ありがとうございます。おしまし、やばいね、16日ってもう来週の日曜日、あれ17日、かわいふ、ありがとう。学校暮らし見たいんですよね、ラストアイドルさん。天王寺に住んでる女の子、翔さんありがとう、良平さんありがとう。日曜日はどっち、16と17。ショーマちゃんさんありがとう。16も17も行く、すごい、イエーイ。ヤオクで落としたエフェクター、5万ぐらいのベスト、サンセットで1500円のスティックがキラキラ形状に高いサンピンが使った、ハッピーシュガーライフ。見てみようかな。みちに会いたい。お、私の件だけですか。あおさんありがとう。3年組見てるよ。スタッフに撮ってもらう通称と初めて。確かに人魚聞いてみた。お、どうでした。明日行く、待ってます。イエイイエイ、おはよう。あれ、もう時間過ぎてる、あとちょっとか、確かにちょっと、10分までやろう、10分まで。2月16ってまだまだやって思ってたけど、もうになりますね。タニュリップさんありがとう、カズマルさんありがとう。誕生日の次の日に握手あるの嬉しい、嬉しい嬉しいって言ってくれるのが嬉しい。ちゃんごうさん、ガズマルさんありがとう、しょうまちゃんさんありがとう。早いな、次郎吉さんありがとう。
できる範囲で行けるところまで行こうぜ。ありがとう。あ、セトビンゴ、そう、 DVD が出ますね。セトビンゴと懐かしいな。私の土鍋、土鍋セトビンゴ。ショートカットにしたら似合う。ほんと？コッコはね、ショートじゃない方がいいって言った。ハッシュタグ好きなんだ、僕はつぶやく。今めっちゃハッシュタグにハマってるの。そうよ、三次体操。髪切らん方が好き？愛しさもたくさんだ。三次体操で道を知った。あ、Thank you。猫のやつ懐かしい。あの曲好き。ハッシュタグ？みんな好きなの？あのランク外コンサートの時に、あの やらせてもらったんですよ。そう。佐藤しおりさんとペアで、でで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 でってやったんです。そう、めっちゃ可愛かった佐藤しおりさん。可愛いって思いながら、おはよう。やってた。ゆっぴさん、ゆっぴさん、お誕生日おめでとう。よよいしょ。ゆっぴさんおめでとう。おめでとうございます。おめでとう。北海道行きたい、ほんまに。愛しさは福の神さん、ありがとう。福の神さん、今村剛さん、ありがとう。ほほ、ひと吹きでさあ吹き来せよ、届くように。ハッピーハッピーバースデー。旅したい、瀬戸内に。おはよう。君に届け涙サプライズ。おはよう。北海道マイナス30度って言ってた、この前。マイナス20度、やば。おはよう。すごいな。どうやって、どんな服着てるんだろう。良平さん、今村千代子さん、クマ、ありがとう。クマ、僕のコメントくらい寒い。面白い。ちょっと寒くないですよ。そう、夏に来た方がいい。そうね。そう、バナナで釘打ってみたい。濡れたタオルシュンシュンしてみたい。そう、こたつごと移動したい。わかる。
部屋でねこたつ片付けたんだけどね、もう断捨離をしてるんですよ今。部屋がなんかどんどんなんかなくなっていくものが、そうびっくり。握手会の申し込み間に合わなかった、今日もあるので。あれ今3時よね。濡らしたジーンズ凍った、すごいジーンズ。3時終わった、そっか次4時。世界一の一つとして見たら運命の出会いや。北川景子さん服を10着くらいしか持ってないらしい。本当？シャボン玉凍らせたい、すごい。55枚申し込みます、ありがとう。シャボン玉凍らせたい。シャボン玉凍ったらどうなるんですか？吹けるんかな、それ吹けんくない？すごい。愛する人はあなただけ、マジ？それはすごい。スノードームみたいになる、マジですか？シャボン玉？ファンタジーじゃん。見たい、行きたい、シャボン玉したい。すごい、マジ？すまならぬ愛ひあがれ、すべての恋はシャボン玉。やば、行きたい、めっちゃ行きたい。おはよう北海道、すげえ北海道強い、すごい。すごい、冷凍庫でやったらなるかな。いや冷凍庫じゃならんよね。すごい、すごい、めっちゃすごい。神奈川、広島もすぐ終わります。でも事務所もんだま得意、天まで届きますよいつも。そう、おやすみ。たまにさ、たまに小学校の時してたことやりたくなりますよね。シャボン玉とか、あの何だっけこれ、そう縄跳び、それ縄跳びしたい、買ったったりするよ。そう縄跳び、そうなんですよ、よくわかるねこれ。それでは壇上を。縄跳び忘れるって何？なんかね最近ね頭が、思い出せない、そう思い出せないんです。
やばいよ。おはよう。絶対食べてない食べてない。前髪長い。真ん中で割れてる。しかも軟骨。いきなり出てきてごめん。誠にすいません。僕もみちゅしか思い出せない時あるから。確かにね。それでは壇上を。前髪やばやばい。前髪壇上を読んでいきたいと思います。ちょっと今日はこれで好き。あ、oh! I love you。 前髪かわいい。嘘。スタジオ申し込めた。ありがとう。いきます。13位、タニュリップスさん。12位、イクオワイワイさん。11位、ひらたくさん。10位、こげぱんさん。9位、かもやんさん。8位、ちゃんごうさん。7位、いしけんマシーンさん。6位、レモンさん。5位、あきらさん。4位、あもずさん。3位、ダダダダムのさん。2位、今村つよしさん。そして1位はルルルルルルン、じゃじゃん、チャーミーさん。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はルル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 ルン、じゃじゃん、ニゴさん。ありがとうございます。ん、目が腫れてる。やっぱそう、そう思った自分も。よいしょ。はい、それでは今日も一日、目頭が何？涙でした。お仕事、学校、勉強、部活、バイト、頑張っていきましょう。今日も一日ファイトラブ。せーの、エリエリオー。はい、それではまた夜。バイバイ。また夜。エリリョー、おやすみ中。寝るんですか？いいね。今日も好きな素でした。ありがとう。好きな素。七並び頑張ります。ありがとう。頑張ろう。また明日夜もしますよ。会いに行く。ありがとう。またねー。